で、福田って回ってきました。まあ、ただね、ちょっとね、いろいろと失敗はありました。まあ、いろいろと大変でしたし、まあ、とか人多いね。でね、なんて言ったらいいのかな、他のイベントとちょっと大きく違うのが、もう、その、よくあるのが、まあ、燃え起こしとかっていうと、どちらかというと過疎地域のところで、あんまり観光客がベランポニョーのようなね、ところでやるんじゃなくて、例えば、三重県だったら、伊勢神宮とか、ああいうね、観光メッカみたいなところでやるんじゃなくて、志摩スペイン村でやったりだとかね。で、そこに、まあ、お宅だ、お兄さん、お姉さんとか、まあ、老若になるんですよね。まあ、もう、宇宙が弱くては、みんながわーっと言って、っていうような感じだったりするわけなんですけど、今回の場合はね、ここ京都なんですよね。日本で一番世界から観光客が集まると言っても過言ではね、この京都でやってるんで、これはね、とんでもない人だからでしたね。いやー、久しぶりに、京都でも、ガチ京都の富士見台とかね、嵐山とかすっごい人で、いや、わー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 なってましたけどね。いやー、そう。でね、そう、特にね、不思議なりが大変でしたね。そう、パネルを置いてあるところが、あと、その売店のところが、細い山道のところにあって、車はもう、通れないぐらいの、状態になってるわ。もう、ただでさえもともと観光客でわーってるので、そこで、ね、人だかりができてってなってたんですけど、係員さんも出てきて、わっちゃなってましたけど、そうですね、あそこが一番大変そうでしたね。他のところは言うて、例えば、春夏神社だったら、境内だし、まあ、最近行ったんで、ちょっと少なかったのもありますけど、境内の中なんて敷地だね。でも周りをわーって取り囲んでも、広い敷地の中の一部なんで、まあまあまあ、そんなに通行の邪魔になるようなこともないですし、非常に下神社はだいぶ入りやすかったかな。今日もあったところだと、下神社、あと、三船さんもすごく、やりやすかったですね。広いところにポンって置いてあったんでね。で、京都駅とかね、やっぱり駅前にわーっと人が通るところだったりするんで、多少ちょっと、わちゃわちゃとなってましたけど、わちゃわちゃとなったけど、車座前神社もはね、面白かった動線が、境内の参拝するところの横にあったんですけど、動線はもう完全に開けまして、一般参拝の方はこちらへどうぞって張り紙がしてあって、もう手書きでバババーって書いて、ホロライブこっちって。そう。元も子もね、ホロライブこっちに並んでって。ホロライブは左ってなってね。元も子もね、いや、コースが分かりやすくて非常にいいし、完全に動線はね、分けるような形にすることでね、対応してましたね。ちょっと笑いましたけどね。まあ、無理、取ってきてね、やめました気も。っていうことなんで、まあ、しかしから、不思議な時は、とにかく大変でしたね。あそこが、まあ、とにかく、ぐちゃぐちゃだし、あとね、今回のやつね、敷いて、次回に向けての提言をするならば、QR コードの動線と、等身大パネルの動線をちょっと分けた方がいいですよね。なんていうか、今一応から私、学芸員っていう資格を、学芸員という資格を持ってるじゃないですか。っていうね、僕の大臣者みたいなあれになってますけど、実はね、学芸員もいるんで、まあ、そこのところでね、その博物館の展示物をね、管理するときに、要は、美術館とかそういうことになりするじゃないですか。もう私がやったところは美術館じゃなくて、民族資料館とかだったりするんで、ちょっと別なんですけど、その点に言うと、物があって、そこにやっぱ人が集まりやすくなる。で、動線をどうするかって言った時に大事なのは、説明書きとかを、そこにドッカブリとかに置くと、大渋滞になっちゃうわけですね。説明書きをじーっと読む人と展示を見たい人がぐちゃぐちゃになっちゃう。だから、この動線を開けながらも、かつ、説明を見ながらも、一応作品を見れる状態にとかね。その当然とかの状態するのが難しかったですけど、今回の場合その QR コードが等身大パネルの下についてたんで、どうなるかっていうと、みんなが等身大パネルを全体で撮りたいって、
ちゃくちゃやってる。これはそこからだと高速で QR コードが読めない。だったら、シャキシャキ打ってる中で、QR コードがちょうどスカートしてる道ぐらいになるんで、それの QR コードを取ろうとする人たちがしゃがみ込んで、ああね、堂々たる盗撮をするかのような勢いでね、公平って盗み込まないといけないんで、なかなかカオスな、もう、これはなかなかカオスなことに、カオスな計画してるな、これ。うんね、感じになっててね、カフェって撮ってる人もね、邪魔にもならないようにしちゃうときはしてるんでね、あれがね、なかなか当然は難しい方で、星ぐらいのところはもう、QR コードを持った人が、QR コードどっちでよねって感じで、分散させようって頑張ってましたけど、うん、あれみたいなパネルを、QR コード、QR コードで、ちょっと動線を分けたところに置いといて、スッスッスッってやれるような、仕組みにしとくと、ちょっとやりやすいかなというところはありましたね。まあまあまあ、QR コードね、セキュリティの管理とかね、そういうのがあったりするんで、まあ一概にはね、難しいのかもしれませんけど、意外とQR コードの位置、下にであったのは、ちょっとあれは、やりにくいというか、映り込みはちょっと気にしないといけないしっていうところと、うん、肩から見たらすっげえ盗撮やってる人みたいになって、スカート、足元、足元、肩の下のところとかに、みんなの QR コードこうやって、真下に構えて、もしもしやってるんですかね、なかなか喪失ですよ、ということでございますね。うん。それぐらいかな。あと、ちょっと、これはどっちのお店でもあるんですけど、しくったのがね、全然グッズが買えなかった。早い。売り切れるのが早い。いやー、すごいですね。金曜日前で皆さん送ってたのかなっていうぐらい。下鴨神社は可能性だったんですけど、やっぱ、皆さん、いろいろ話してるの聞いとったら、やっぱまず最初のところにボーンと行って、朝一、モーニングからドーンと行って、買い付けて、そこから回ってるような感じ。だからグループで行っとる人たちも、最初はまず最初のところに行ってグッズ購入とかを済ませて、それからみんなで合流してポンポンポンと回って、最後、自分たちが行ってないところに、知事で、行くっていう感じで、X のクロスロースみたいな感じで、行ってるような方といらっしゃいましたね。なるほどなぁと思いながらね、さすが、でもやっぱ聖地巡礼ってだけあって、もうガチ勢な人めっちゃいましたね。でもびっくりしたのが、伏見稲荷に行ったら、なぜか福ちゃんがいましたからね。あれですよ、VR で、ピュッとしたら出てきた福ちゃん、ほぼ同じ姿の、実写のフブちゃんが何時か歩いてきてましたね。フブちゃんちゃんと着てね、見つけてね。コスプレですね。です。コスプレだとね、あれ、びっくりしましたけど、って、3度目ぐらいしましたね。そうそうそう。外人の人とかも多いんで、結構ね、やっぱ、わーっと、背の高い人もわーっと多いんで当てだったんですけど、そんな中の人、興味になってましたね。耳がピコンって出て、いいって感じで、ね、あったりしましたね。